カール・アスマンドル・ドルファイ・ラソグラフィー、カール・アズムントル・ドルフィは、スウェーデン生まれのドイツの博物学者である。寄生虫の研究などで知られ、寄生前虫学の父と称される。ストックホルムで生まれた。父親は、ストックホルムのドイツ人学校の説教師で、母親は当時スウェーデン寮であった、シュトラールズンと出身である。シュトラールズンとで学んだ後、 グライフスワルト大学で博物学と医学を学び、1793年に自然科学の学位を得た。イエナに学び1795年に医学の博士号を得た。1796年からグライフスワルト大学で解剖学の講師を務めた。1902年に再びドイツ、オランダ、フランス、スイス、オーストリアを研究のために旅し、1801年に 新設されたグライフスバルト大学の獣医学、研究所の教授となった。1810年に設立されたばかりのベルリン大学に解剖学、生理学の教授として招かれた。ビルヘルム・フォン・フンボルトの推薦で解剖学、植物学、動物学を教え、アナトミスチ、ズーチミスカン・ミュージアムズの館長を務めた。研究分野は植物学、動物学、解剖学、 生理学など多岐にわたり、1807年の植物の組織に関する論文アナトミエデアプフロンズンでは、コニグリーチソサイタットデアウィッセンシャフトから賞を受け、細胞が植物の基本的単位であることを唱えた最初の学者の一人である。寄生中学に関する著作には、エンテロゾラム細部ベルミウムインテスティナリウムイストリア、ナチュラリスやシノプシスクやクシダントマンチッシマ、 デュープレックスインディシーズローキュプラティッシマがあり、寄生する全虫類の記載を行った。ルードルファイは植物の学名で命名者を示す場合にカールルドルフィを示すのに使われる。ありがとうございます。